第二に室戸台風は、1961年9月16日に、室戸岬に上陸し、大阪湾岸に高潮などによる大きな被害をもたらした台風である。1934年の室戸台風と進路がよく似ていたことからこの名称が付けられた。また、1951年の統計開始以来、日本に上陸した台風の中では、上陸時の中心気圧が、 最も低く、2年前の伊勢湾台風に、ほぼ匹敵する勢力で本土を直撃した。しかし、伊勢湾台風の教訓を生かして、災害対策が進められていたこと等もあり、室戸台風やジェーン台風などと比較しても、台風の規模等の割に、高潮による浸水面積や人的被害など、全体的な被害は小さかった。 第2室戸台風の進路図9月6日、マーシャル諸島東部で弱い熱帯低気圧として発生、9月8日9時にエニウェト等の南海上で台風18号となった。成果から初週にかけては熱帯低気圧や台風は北緯10度以北の比較的高い緯度で発生することが多く、この台風のように断交期における低緯度での発生は珍しい部類に入る。 台風となった時の中心気圧は990ヘクトパスカルであった。台風第18号は精神しながら次第に発達。9月10日3時には北緯10度に到達。この時点で中心気圧935ヘクトパスカルに発達した。9月12日にはアメリカ海軍による飛行機観測により中心気圧888ヘクトパスカルが 観測され、同じく最大風速が185キロトンと測定された。米海軍解析で過去に測定された最大風速の中で第1位の記録はこの185キロトンである。気象庁の発表では75メートルとなっている。風速25メートル以上の暴風域は半径370キロメートルであった。台風は次第に進路を北寄りに転じ。 9月14日から15日に、かけ沖縄の近海で天候、北北東から北東に進んだが、この時なお、中心気圧は900から920ヘクトパスカルの非常に強い勢力を維持していた。なお、この台風は、アメリカ海軍がスーパー台風として解析した期間が6.00日と、史上最も長い。9月14日頃は、台風は、 九州方面に向かうと予想されたが、9月15日には、奄美大島を通過、四国から本州に達することが確実となった。伊勢湾台風級の超大型台風の襲来として、国内では、限界態勢に入り、大阪管区気象台、大阪府、大阪市などでは、災害対策を整え、NHK 大阪局などの報道機関も連携して、警戒を呼びかけた。 9月16日、台風は加速しながら、北東に進み、9時過ぎ、室戸岬西方に上陸。上陸時の中心気圧925ヘクトパスカル、室戸岬速攻所での気圧や風の観測値は、記録的な数字であった。その後もあまり衰えずに、さらに加速しながら13時過ぎに、兵庫県天ヶ崎市と西宮市の間に再上陸し、18時に、 のと半島東部に達し日本海に出た。その後、日本海沿岸を北北東進して北海道のすぐ西を通過したが、その際は時速93キロメートルの高速であった。北海道西岸をかすめてサハリン付近からオホーツク海に進み、18日にオホーツク海で温帯低気圧と化し、ベーリング海北方に進んだ。 この台風の総移動距離は 8113km と、当時としては1951年の統計開始以降で最長であり、現在も過去2番目に長い記録となっている。台風18号は、室戸岬から上陸後、1934年に、関西に甚大な被害をもたらした室戸台風に類似した進路をたどったため、気象庁はこの台風を、 第二室戸台風と命名した。台風第18号は、発生位置や日本海北上後の経路は異なるが、日本上陸前後の経路は1934年9月21日に、来襲した室戸台風と告示し、第二室戸台風の固有名が付けられた。上陸時の気圧の観測値は、室戸台風が911.6ヘクトパスカルに、 大次第に室戸台風は930.4ヘクトパスカルであったが、風速は室戸台風を大きく上回り、暴風域の大きさは伊勢湾台風に匹敵するレベルで、台風に関する定義や統計が統一された1951年以降に上陸した台風の中では最強と言える勢力であった。室戸岬における最大風速、最大瞬間風速は、 日本の気象観渉における観測地としては新記録となった。近畿地方最上陸後も勢力は衰えず、撲本、大阪、京都などでは観測開始以来の最低気圧を観測し、暴風高潮被害が発生した。特に高潮は OP 上4.12メートルに達したが、これは室戸台風による4.50メートルに次ぐ大阪では、 第2位の記録である。これにより、西淀川、港、この花、福島、北、西、大正、西成、上東宮古島の各区が浸水。その面積は、全市の4分の1の31ヘクタールに及んだ。これは、第2次世界大戦後の急激な工業化に伴う、地下水の汲み上げによる、地盤沈下も大きく影響している。 台風の勢力があまり衰えないまま日本海に抜けたため沿岸部では大きな風害が起きたほか京都府内の木津川を通る送電線鉄塔重数機が吹き倒された暴風や高潮による被害が大きかった一方で雨による被害は比較的小さかった大阪市では高潮により市の西部から中心部にかけて31平方キロメートルが 浸水したが、過去の同様な規模、進路であった室戸台風やジェーン台風などに比べると、浸水面積は小さかった。その他、兵庫県や和歌山県、四国東部などでも高潮による浸水被害があった。台風の通過した近畿地方と吹き返しの強い風の吹いた北陸地方で暴風による家屋の倒壊等の被害が特に大きかった。しかし、 この2年前に来週した伊勢湾台風の教訓を活かして災害対策が進められ、台風の勢力や規模、家屋被害の割には犠牲者を少なく抑えることに成功した。中でも高潮による犠牲者がなかったことは特筆に値する。日本に上陸してからも台風の目がはっきりしていたため、台風が通過した地方では台風の目に入った際に快晴になったという。 速気破損のため推定値1961年の夏から秋にかけては北半球の中位度高気圧の勢力が強く暑い夏と厳しい残暑になるとともに熱帯低気圧の勢力が強まった9月11日にはアメリカでも強いハリケーンカーラがメキシコ湾からテキサス州に上陸し46人の死者が出ているありがとうございます